お疲れ様です。ブライアンです。本日は、サムネイルにある通り収益化をしましたということでご報告をさせていただきたいと思いまして動画を上げさせていただきました。ありがとうございます。まあこれもね、皆様のご協力があったおかげでね、収益化できたんですけれども、まあいろいろね、考えるとこあってね、どうするか、収益化、ね、このままするべきかしないべきかというのもいろいろ悩みはしたんですけれども、条件の方はね、1000人もね、半年以上前にクリアもできてるし、条件的には大丈夫でやったんですけれども、やはり自分の中でね、もうちょっと頑張ってから収益化、もともと目標はね、するっていうのは初め決めてはいたんですけれども、まだ早いんではないかとかいろいろ心の葛藤があったんですけれども、いろんな方からね、した方がいいよと、YouTube もね、収益化してもらわないとね、もっとお金にもならないしと、した方がいろいろおすすめとかも乗りやすくなるんではなかろうかと、いろいろとねご意見がありまして、検討した結果、申請、収益化の申請を出してみようと思って出しました。それでね落ちてしまう可能性はあったんですけれども、なんとかね無事審査の方を通りまして、無事収益化できてはいるんですけれども、もうねだいぶね前からね収益化自体はしてまして、ご報告もだいぶ遅めになったのも、いろいろ様子を見ながらね、どうかなとか、ちょっとね、いろいろ考えて、この時期になりました。収益化自体は、ちょっとね、前に審査が通って、今もきっとお気づきの人はね、あれ、ついてるぞとか、いろいろなものがね、広告もよく出てるというので、見ていただいたと思うんですけれども、いろいろな、心の葛藤を乗り越えてこの度、収益化いたしましたので、こちらでご報告させていただきたいと思います。皆様のご協力ありがとうございます。今回はね、スーパードライの生ジョッキ缶、こちらの方で乾杯させていただきたいと思います。これね、ちょっと初めて開けるんでね、泡が出るんですよね。ちょっとよくわからないんで。うお、もうこんなに泡出るの？こんなに出るの？なんかすごいことになってるんですけど。開ける前からなんか泡がすごくなってます。すごく、ベタベタになってしまいました。ご愛嬌というか、これすごいことになる。ボトボトになる。それでは、収益化、ありがとうございます。乾杯！めちゃくちゃやな。ありがとうございます。びちゃびちゃになりましたけどね。すごい泡が出るんですね。まさかこんなことになるとは思わなかったんで。今、飲んだんですけども、ほぼ泡やなと。ありがとうございます。これからね、ちょっと後で吹きますけど、これからね、いろいろ動画の質を上げていったり、編集技術ね、を考えたりね、たくさんやらないといけないことはたくさんあるんですけれども、よりね、上を目指していけるように、前にもね、上げた通り、まず1万人は目指していかないといけないですし、チャンネル登録者数だけではなくて、本当にね、見ていただける数をね、もっと増やしていく努力はしていかないとなと思っております。今、だいぶね、落ちてるっていう、言われてると思うんですけども、そちらもね、いろ、理由があって落ちてるんですけども、そちらの方はね、また、アルキンさんとかの、
ストリームヤードでなぜ今こういう風になってなったのかとかね、そういったものね、まあ、あのご報告させていただきたいと思います。まあ、理由があって今あえてそうしてるんですけども、まあ、そちらもね、なぜこういうことをしてるのかって、こうなってるのかって、こうこれからどういう風に改善していくのかっていうのをね、まあ本当にもう自分の中では決めて今その計画通りに冊子はいただいておりますんで、まあ今のところ問題なく自分の思っていた通りに進んでいって、改善はあの少しずつですがしていってるのはもう数字としてね、あの現れてますね。もうもちろんあの閲覧数という数字ではなくて、内部であのね見れるものがある、そちらの方の数値であの改善してるっていうのは自分の中では分かってますんで、そちらもね、またストリームヤードとかで、ね、ご報告、どういう、なぜこういうふうにしてるのかとか、なぜこうなったのかっていうことを踏まえて、またお話できたらなと思っております。まあね、その時は温かい目で見ていただけたら、もう今ぶちゃぶちゃですからね、温かい目で、ね、見ていただいてて、温かい言葉であの励ましてもらえたらなと思います、ね、ブライアンは褒められて伸びる子、褒められて伸びる子ということでね、まあ、あの厳しい意見を言われるとね泣いちゃうかもしれないので、その辺だけはご了承くださいそれではね、ちょっとまあこの今びちゃびちゃになってるの早くね肩あの拭きたいなと思うんで、まああのお礼の、まあ、収益化のご報告とお礼の方の動画はまあ以上で終わらせていただきたいと思いますので、またね次回のねあの動画、まあライブとかショート動画も今毎日上げてますんで、そちらの方でお会いできたらなと思います。またねアルキンさんのストリームヤードでね、なこのご報告も一緒にさせていただけたらなと近々思っておりますので、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたします。